って全然敷居が高いものではなくて、うんうん、輸出にしても例えばまあ取って食われるわけでもないし薬漬けにされるわけでね、皆さん結構薬漬けになるんじゃないかっていうけど、あ、全然あの飲みたくないって家行って別にあの無理に飲ませないですよそんな。なるほど、うん、そうか。だから、あ、でもそこってきっとあの先生に対して、先生と呼ばれる人に対して、うん、意見、素人の自分が意見をしてはいけないんじゃないかみたいな気持ちが働いちゃうかもしれないですね。確かにあるかも。学校の先生の目に、そうそうそう、うん、でその病院 の, あのお医者さんもやっぱり専門性が高くて、自分には分からないことが分かるから頼りにするわけじゃないですか。そこで、まあ、薬をこれを飲んでくださいにしろ、こういうことをやってくださいとかって言われたら、やりませんとはちょっとね言えなくって、でもなんか嫌だからこっそりサボっちゃうみたいなことにはなっちゃうかも、うん、こっそりがね、やっぱ正直見抜けないことも結構あって、あー、薬出してます、効いてますって言いながら一個も飲んでないみたいなこともやっぱあるので、ね、なるほど、うん、でももったいないですよねそれって、すごく。あ、だったら、うん、あのもう言っていいってことですよね、その薬は飲みたくありません、うん、飲んでみたけどなんか嫌でしたとか副作用で飲めなかったとかも全然あってもいいし、まあ不安、うん、こういうことが不安で飲めないんだったら、そこむしろそこでなんとかするべきは医者なので、うんうん、なるほどなるほど、うん、でこっそりやるぐらいだったらちゃんともう相談しちゃった方が、お医者さんとしても次 の,、うん、あのステップっていうか、じゃあどうしましょうっていうことを考えられるっていうことですよね。ですなんか、まあ、うまく、ね、相談して利用して見てほしいね。なるほど、うん、そうか。なんかこう一方的にね教えられるとか何かを指示されてるって思いちゃいそうですけど、もう利用していいよっていうことですね。ですね、まあまあ、指示はもちろんね、そのやっぱなんか道筋を立ててあげないといけないので、うんうんうん、まあ、相談されたらこうこうこうですよっていう話はするけど、うん、それに合う合わないなんて、まあ、実際分かんないこともある、うん、なんかそれを一緒に相談しながら、より一番いい方法がね、うんうん、決めれればいいかなとは思いますね。なんかまあその主治医がいない方とかは、うん、まあ、受診どうしたらいいかっていう相談も全然いいと思いますし、最初はそのここの駆け道のあれももともとはその情報がいっぱいありすぎてどう使っていいか分かんないところから始まってるので、うん、まあ、そういうのをうまくこう決めるのに ここの質問箱とか利用してもいいのかなって。ああ、そうですね。なんか受診の一歩手前の困り、まあ、例えばもうあれですよね、今具体的にこういうことで困ってるけれども、うんうん、どういう風にしたらちょっと改善しますかっていうこともいいかもしれないし、うんうん、かね、ちょっとこう詳しくこの辺知りたいんだけどっていうこととかでもいいし、あの、ね、診断をつけることはちょっとさすがに番組の中 で、ね、あの僕はなんとかなんとかの病気ですかとかっていうのって多分お答えしづらいところはあると思いますけど、うん、まあ、実際その診察を しないで診断しちゃうのって正直やってはいけないことなので、うんうんうん、一般論とかしか言えないことにはなっちゃうんですけど、まあ、困りごとどういう感じでしてほしいかっていう流れは全然作れるかなって、うんうんうん、